神奈川県立七沢森林公園は、神奈川県厚木市七沢、小野、上古沢にある都市公園である。丹沢山地の東端に位置し、標高は、おおむね90から180メートル。かつては、里山として、近隣住民の生活に利用されてきたが、都市化が進んだ1980年代になり、隣接地域で宅地造成されることとなった。 しかし現在あたり公園がある地域は休憩者地であり、以前から土砂流出防備保安林として維持されてきた林も多く含まれている。また人々の生活の中で維持されてきた雑木林が残っていることから、これらの地形やかつての里山環境を生かした形で都市公園として整備されることとなり、1990年4月1日に開園した。 共用面積は64.6ヘクタールで、神奈川県立公園では、津久井湖城山公園、観音崎公園に次いで3番目の広さ。緑の文明学会、日本公園緑地協会による、日本の都市公園百選にも選ばれている。広範囲にわたり雑木林で覆われ、園内には沢も流れ、様々な自生植物や、野生動物の姿が見られるなど、かつての面影を色濃く残す。 都市公園になっている。当地域はかつて地域住民の生活を支えた里山であり、後半に渡って当時の雰囲気を色濃く残す雑木林で覆われている。春には新緑を、晩秋にはもみじをはじめ様々な紅葉、紅葉を見ることができる。また、公園として整備された際に植えられた各種尺投げや桜などのほか、様々な植物が自生し、 次のような植物の花が四季を通して観察される。四重から山柄、目白、ウグイスをはじめ様々な野鳥、及び猿、鹿など大型の哺乳動物も生息する。また、2002年と2004年には隣接する森の里地区で熊の目撃情報があった。なお、全域が鳥獣保護区に指定されている。公園は年中無休、入園無料。 ただし一部施設についてはベッド利用日時料金が定められている。また近隣住民等が参加し随時行われている雑木和や市保全活動などでは一般参加が可能な催しもある。園内は階段や参道も多いが一部施設についてはスロープ等が整備され車椅子利用が可能になっている。車椅子対応トイレの利用時間は9から16時。 小田急小田原千本厚木、愛子石田、伊勢原の各駅から東公園の西側及び東側に神奈川中央交通グループの路線バスが運行されている。中央口北口、森の里口指定管理者制度を導入している。施設 ABCDEF、七沢森林公園アクセス。神奈川県公園協会。2021年5月8日閲覧。ありがとうございます。